前回のカズクラ、地下の帝国、まだあっこに余り物がありそうなんだ。というわけで無毒化だ。カラカラなってるやつをいっぱいぶち壊してサプライズおじさんを出ないようにやってみた。ただめちゃめちゃ広くてなんと2時間もかかってしまったよ。このスカルクセンサーで悪い商売ができると思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。売りつけてやるぜ。というわけでどうもこんばんは、カズクラです。酒井さんだーだ。なんだ、ダメだよこれで悪い商売したら。そうだね。これせっかくみんなに使ってもらおう。これはお裾分けに行こうね。そうだ、お裾分けだ。そんでだ、サンダー。なんだい、収録外で大変なこと起きなかったか。これ起きました。何やった？馬が死んだ。いない。粉雪に埋もれて死んじゃったんだ。馬ごと行った？馬が行きました。あらまあ、粉雪ねだな。そうだよ、本当に悲しい歌だな。本当に悲しいよ。ごぼって馬ごと行ったのか。馬ごと行った。なんか10マスくらい下まで10ブロックくらい沈んだんだ。粉雪憎いな。憎いよ粉雪。粉雪が憎いよ、本当に。どうすればいいんだ、家族ら。でもこれ、うん、あ、まだあるな。しかもディアモンドの馬鎧まである。あ、そうだね、こないだのやつね。しかも名札が2個、馬に名前も付けれるぞ、これ。やったー。これ、持ってくれ、これ。なら、この2つを。その2つを持って、冒険に出よう。そんで、このワールドには馬主、マグニーさんという人がいる。おお。すべての遺伝子の祖と言われているものだ。あはははははは。早い馬な。アダムとイブみたいなもんだな、本当に。そうだな。あれの原型だ。うんうん。神的な馬があっちの方にいるみたい。見に行く？もらいに行く？とりあえず見に行ってみるか。行こう行こう。ただ見に行くじゃダメだから、ね。何をお裾分けするんだい？そう、なんかいいのないかなと思って。何があるかな？マグニーさんが欲しいもの。あ。効率強化と幸運がついたクワ。ふふふふ、いいんじゃないか。これあげよう。そうしよう。よし、ならマウニーさんのところに集合だ。オッケー。馬の餌は持ったのか？もちろんだ。さすがだ。それじゃ先走っておくよ。ちょっと行っててくれ。行ってきます。俺ちょっと今エンチャントしてから行くから。エンチャント。わかった。さあ、マウニーさんから盗みに行くぞ、遺伝子を。遺伝子をもらいに行こう。無事につけますように祈っててくれ。では5分を。ほら、陸路から行く。わかった。よし、ほらはサンチャンクのとこのエンチャント場に来た。お、奇遇だね。うちも今サンチャンクのとこ通り過ぎるよ。おお、効率強化耐久がついたツルハシが手に入ったようだ。素晴らしい。もうぼちぼちだな。パンダの場所がすげえ上手。これ、え、ちょっと待ってみたい。それ集合。すげえ上手。あ、すごーい。なんだこれ。お前たちいいの作ってもらえてよかったな。この斜めから見るとすげえパンダなんだもん、これ。すげえパンダってどういうこと？え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。キラッ。あ、そっちか、ほんまや。すげえパンダ、これ。パンダエンジェン。もうすげえ、こういう建築ってあるんだ。まあ、それはともかく、マウニーのとこだな。そうだった、そうだった。ここをまっすぐ行けば、それっぽいところたどり着くと思う。よーし、行くぞー。おお、どんどん行こう。さて、俺たちの祖となる、これかな。これか。出してみよう。馬のあれがついてないんだ、これ。じゃあその子じゃないってことかな。いや、でもこの子なんじゃない。盗み防止なんじゃないかなと思ってんだけど。そんな悪いやついる？このワールドに。いるよ。いるのか。早い、でも早い早い早い、これだと思う。お、わかった。では、ここにて繁殖の儀を行う。よろしくお願いします。では、馬の層、マングホース、これを受け取るがよい。生まれた。出てきた。ありがとう。ありがとう。
これは掲示板なの？これ掲示板だ、これちょっとここに。コロクワム名前つけたろ。すげえ、なんかもういる。何がいるの？見たい見たい。ほほう、もうこんなコーナーあるんだ。へえ、すごいな。よし、幸運の桑田さんができた。やった。よし、これを奉納しよう。ナイス。よし、な、無事に連れて帰るんじゃぞ。わかりました。あ、逃げた逃げた逃げた。俺の馬どこ行った？え、いた。よかった。さて帰りましょうか。よし、いけるぞいけるぞ。オッケー。うな、オラは今から拠点に戻ってスカルク分け場を作ろうと思う。オッケー。さあ、というわけで、んなら横の方にちょっと作ってみようかな、これ。そうだな、掲示板の横にちょっと作ろう。スカルクセンサー分け場だ。というわけで、レッツスタート！ということで、YouTube 上では、いいキャラクターというカズクラが、みんなのためにスカルクセンサー置き場を作ったのであった。そう、すべて無償だ。いや、何も見返りなんか求めてない。何も見返りなんか求めていない。でも、チェストはとりあえず入り口に置いておく。みんなの笑顔のため、そして、視聴者さんの笑顔のために、カズクラは穴を掘り抜き、そして、スカルクセンサー置き場を作ったのであった。よーし、できたー。追ってきた。今そちらに参る。よーし、これで奉納できるぞ。やったー。みんな取りに来てくれるといいね。まず大量のスカルクセンサーを持って。よし、かっこいい。そうだろう。そんでだ、ここにさりげなくチェストも置いとくんだ。ふふふふ、いいね。さりげなくな。さりげなくな。うん、もうだって、もらう方のチェストの方が多いじゃん。いやでも、これもらうとは言って、何もお返しとか一言も書かないんだよ、これ。あ、そうかそうか、そうだよね。あの、お賽銭箱もさ、神社とかの、うんうん、マジ多めに入れてねとか書いてないだろ。確かに確かに。マジで多めに入れてとか、なんかないだろ。ないないない。ないだろ。お金ここに入れてくれとかもないだろ。ないね、ないね。そうだろ。そうだな。うちも何も、何もないんだよ。ただ、ここにこの掲示板には書いておこうね、ちょっと。もっと目立つとこの方が良くないか？ん？例えば初期リストか。初期リストもそうだけどな。初期リストに掲示板ないだろ。じゃあ作っちゃう。地図の後ろとか。あー、全体掲示板か。作っとこうか。作ろう作ろう。掲示板、板チョコみたい。チョコレート掲示板、かわいい。あ、それよりもこれプレゼント、タンプレみたいなの置いてあるで。これなになになに。サンダーちゃんプレゼントですって。なんだって。わあ、お花畑作んなきゃ。すげえ、お花畑これ作らんだからな。うん、作るわ。うわあ、すげえ。これちょっと頼んだ。わかった。キヨキヨさん、ありがとうございます。いや、やっぱレディーにはお花だな。いや、キヨキヨモテるんだろうな。モテるんだろうな。ねえ、気が利くよ。よし、うんなら、うん、早速作りに行こう。行こう、ボートだよ。よし、うんならサンダーさん乗って。はい。ほら、トイレ行くから任せた。わかった、任せとけ。当たり前のように送ってもらおうと思ってたよ。ま、役に立つ日が来たってことだな。もう少々お待ちください。よいしょ。おかえり。おお、これか。これよくね、この後ろ。よーし、なら掲示板で目立つように。おほう、いいの持ってきたね。これでいいだろう。綺麗じゃん。なんか変わったなってわかるだろ、これで。わかるわかる。これでなんだなんだってなるね。そう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 。で、後ろになんか変えていくと。どっかのとこで見たようにこれもう貼っとこうぜ。そうだね、それいいね。パクロパクロ、あのシステム。これ背面の色変えるかなんかした方が良かったな。それな、木材の種類変えるとかね。まあそれはまた今度な。うん、まだまた今度だな、これ。ええ感じじゃん。いいじゃん。あと真ん中に掲示板って書いとくか。ここだとちょっと分かりづらいから、一番上に書いたらどうだ、これ。あ、ほんと。あー、なるほどね。んで、あ、すっ込んでいくか。いいね。今度いいね。すごくいいよ。あー、頑張ったな。頑張ったな。
今回もいい感じの塩加減だ。そうだな。マグニーさんも今ログインしてみたいだから挨拶だけしとこう最後に。そうだね。新しい馬成長してないかな。そうだ、名前もつけてあげよう。ちょっと見に行こう。レッツゴー。お、でかくなってる。名前つけてあげるよ。では命名する。はい。あ、ちゃんと懐かせて懐かせて。懐いた。懐いてるのか。これまだハートは出てない気がするんだが。出た？わかんないけど、グラつけられたわ。あ、うん、出たんだ。オッケーオッケーオッケー。ならまずは我が馬。はい。じゃーん、バサシさんだ。また食い物じゃないか。バサシさん、バサシめっちゃうまいんだよね、本当にね。確かにバサシはうまいよね。九州のバサシとか最高だよな。そして行くぞ。お願いします。めめ、馬サンダー聞いたことあるぞ。馬サンダーだ。やったー、馬サンダーよろしくね。次からはちゃんと気をつけるから、馬サンダーよろしくな。よし、うんなら引き連れていくぞ。オッケー、はいよ、馬さんだ。早いんじゃないなかなか。早い、早くて操作が。あれ、どこ行ったかずくら。こっち。あ、いたいた。あー、びっくりした。あぶね、いるかな。ありゃ、いないな。おーい、いねえわ。いねえか、残念。はい、ということで今日はこんなところで終わりまいたと思います。終わります。いやー、いい馬が手に入ったということで、もうマグニーさんにも感謝。掲示板も作ったし、スカルク広場もできましたな。うん、ほんで他の村はこうやってやっぱ村人さんをこう増やしつつ頑張ってるみたいだね。ほんとだね、発展がすごいよ。ちょっとオラたちも頑張るか。そうだね、村人さん連れてこよう。そうだね。ということで今日はこんなところで、また皆さんお会いしましょう。じゃあね、バイビー。お疲れ様です。どこ行ってたの。いた。取引取引。今収録が終わっちゃった。収録終わったのね。オツです。イエーイ。ちょ、挨拶に来たんだ。あ、マグニさん。あ、いらっしゃい。はい。いただいた別に桑田さんでしょ。はい、遺伝子いただきました。はい、すみません。 あ、この子ね、遺伝子を継いだラバなんだけども、乗ってみ。早いよねこれ。早いし、荷物詰めんのよ。やばくない。しかもジャンプ力もラバの割にはマシだよね。そうそう、ラバの割にマシなのよ。待って、これいいな。いや、ラバいい。あ、この子も割と早いじゃん。うん、だって遺伝子ついてるから。サンダーの馬も速いの。サンダーの馬もやや速い。遺伝子ついてるから。遺伝子割と速いんだね。継ぐんだね、やっぱ。ちゃんこれといい勝負するんじゃね。いい勝負する、いい勝負する。あ、ちょっとこっちの方が速いわ。あ、でも早い早い早い。いいでしょ、それでさ、荷物運べんだからよくない。でもめっちゃ、しかもいい荷物入ってんなこれ。おお、鉄ブロックが入ってるぜこれ。そうそうそう、配りようよそれ。ちょっとこれまた遺伝子もらいに来よう。これは中にいるよ、もうちゃんとラバと、あ、ロバとほらスベンがいるから、そこでちょっともらいに来るわ、うん、今度また。オッケー、待ってる待ってる。よろしくお願いします。ありがとうございます。わざわざすいませんね。いやいや、じゃあの、じゃあの、バイビー。